ゆうとでも結婚しないんだよね。結婚しないんだよね。ほゆさんハートありがとう。かちさんハートありがとう。くらやみさんハートありがとう。ありがとう。ウェーブ買いすぎた本当。今日ウェーブしとったんだけどね。なんか今日レッスン終わってレッスン終わってお家帰ってきて、でちょっと体調悪くて寝てたんですよ。寝てたらね、髪の毛めっちゃ跳ねまくって取れちゃった。ウェーブがそう取れまくっちゃってさ、それ隠すためにカチューシャつけた。そう前髪もね今日調子良かったんだけど前髪も崩れちゃって。そうなの。メイクもね今日ね朝めっちゃ良かったんよ。で後れちゃった。っていうかちょっと待って、私風邪ひき始めてるんだよね。熱っぽくて助けて。やっぱ花粉症って熱っぽいのかな。診断したら結構ね中間の花粉症だった。もうやばいだった。病院行こうかなって迷ってるんだよね。私花粉症持ってる人じゃなかったんだけどさ、なんかやばいんだよねって。ねえマキアージュがね良すぎてさ、本当にやばい。マキアージュね良すぎる。これでファンデーションも今日買ってきたんだ。なんかセットこの同じやつを使った方がいいみたいで、同じやつを買ったんですよ。マキアージュこっちは昨日買って、これは今日買いに行った。そうめっちゃねめっちゃ良い、めっちゃ良いんですよ。びっくりした、こんな良いもんなんだと思って。まあ明日これをちゃんと使うけど、今さっきねこのファンデーション使ってみたんだけどめっちゃいいんだけど、これはマジで今日朝使ったらバーカ良かった。君よりガチさんありがとう。猫ありがとう。ちーちゃんありがとう。ほゆさんありがとう。ありがとう。くらやみさんありがとう。ケイトタラタラさんありがとう。ラピュー栃木のスーさん、ひやみさん、ラビュー。くらやみさん、ありがとう。たなたなさん、ありがとう、ケイト。前のメンタルが、メンタルはやられないで。どうしよう、もう本当に、目が重いし、熱っぽくて、熱測っても熱なかったんだけど。花粉症ってそういうもんだよね、多分。ひろしさんとありがとう。こんばんひびき、こんばんひびき。たらたらさんとありがとう。ひろしさんとありがとう。ゆうちさん、くーくー。よしぞみさん、きっとありがとう。お久しぶり。たらたらさんとありがとう。かべさん、こんばんは。くらやみさん、きっとありがとう。ひろしさんとありがとう。体調はね、戻んないんですよ、それが。体調。いや多分花粉症でもう多分治んないかも。一時病院行けないから今日病院行けばよかったな。ひろしさんありがとう。クリンキーありがとう。ありがとう。大丈夫。クリンハットありがとう。よしぞみさんかわいい、ありがとう。ひろしさんアイスラビュー。クリンハットありがとう。今日もかわいい、ありがとう。大丈夫くて寝てそう。クリアとありがとう。レクルさん、ランピュー。今日300回目の訪問だから結婚して、お !300 回目ありがとう。ありがとう。でも結婚しないよ。クリアとありがとう。でも可愛いよ、ほんと。嬉しい。もう可愛い、ありがとう。花粉症じゃない、そう、花粉症なんだよね、多分。ささ、やっぴーん。私花粉症でやばい。え、私もやばい。花粉症か、やっぱり。花粉症で本当にやばいと思います。あんまり、なんかね、体調が悪くて。
ゆいちさん、ありがとう。話しまえ。余計心配。多分ね、もう花粉症すぎて多分治らん気がする。ゆいちさん、ありがとう。ん？めっちゃいい匂いした。え？これかな？ん？私今日香水つけてないんだけど。え？バカいい匂いするんだけど。自分で自分がいい匂いした。どういうこと？ X 可愛くて好きになりかけた。好きになってくださいな。春川さん素敵。自分は急に感傷になったので、やっぱなるもんなんか。ゆいちさんとありがとう。一応ラビュー。クライムさんありがとう。キイト、カーベさんハットありがとう。グリアさんラビュー。ミヤティ、キイトありがとう。ユシートビザありがとう。ショウは疲れて、お疲れ様。お疲れ様。キャージュ、ほんとに、ベースがいい。私も使って、ねえ、めっちゃいいよね。そう。LINE 使いがさ、いいって聞いたから、LINE 使いやろうと思って。そう、明日、ちゃんと使ってみる。え、めっちゃ良くない？めっちゃいい。ファンデーションとかで一番高いかもしんない。私が買った中で、この、二つ。本当はね、なんか他のやつちょっとお高いやつ買おうと思ったんだけど、なんかめっちゃ良さそうだったからこれ買っちゃった。値段もちょうどいいぐらいだったから。あ、またさ結婚してありがとう。でもしないけど、おほ、契約違反ですから怒られますか。高橋だな。ピュー、クラマチューサカ。まあいいちゃん、ユーナに捨てられたの。ん、いいちゃん、そう、ユーナに捨てられたの。そう、ユーナ浮気するから。そうそうそう、だから怒ってるんですよ。まあ別に怒ってないけどね。クレミさんありがとう。しんいちさん誰もありがとう。佐々木俊介さん、ハンビー、ユーシーケさん、ハンビー。もう少しライブ、え、それな、もうすぐだね。今週です。あと何日後だ、何日後、今日が水曜日、木金土、3日間頑張れば会えるよ。楽しみだね。あーねー、花粉だな。花粉かな、やっぱ。イケビスさん、ラビュー。マジラビュー。マジですか。体調大丈夫ですか。体調は直します。頑張ります。ナビヤシ坂間はカサカサカサ。髪、ダーフメンタルなんです。ダーフメンタルの人がこんな毎日結婚して投げられないよ。小山内さん、ラビュー。コンサートオールさん、ありがとう、ケイト。ありがとう、ハート。クーさん、ラビュー、猫。誰もありがとう、小山内さん。これありがとう。縫うやつありがとう。ありがとう、中堅さん、かんまは。遠足さん、ラビュー。アーモンドさん。ありがとう。頑張ったね。偉い。ありがとう。間があった？たまきさん、こんばんは。薬局で相談すると、あ、薬を探してくる。え、そうなの？薬局でもいいんかな？でも私、すっごい薬飲むの嫌いなんだよね。よさ、ラビュー。かわいいかわいい。ゆみちゃん、頑張れ。頑張る。アベマの次の企画がすんなきゃ、切ってみよう体験だったら。何それ、アベマ次なんだろう。次なんだっけ。私が楽しみにしてたやつかもしんない。帰ったら服を抱いて、目を洗って鼻うがいすると驚くほど良くなる。そうなの。鼻うがい好きじゃないんだよね。響き苦手なんだよね。でもやってみようかな。今ヘタレっぽかったやってみようかなって。マーキさん、ありがとう。ケイカータさん、ランビューシャイ。シンパクさん、ランビュー。サトさん、ありがとう。どめまして、こんばんは。ユウなんか紹介されてきました。え、本当にユウなんか紹介されてきたんですか。ラホントさん、本当ですか。こんにちは。トマイキさん、こんばんは。ありがとう。ズミさん、ランビュー。ショウさん、くるくる、ありがとう。ん、柔軟剤。トマイキさん、ラケツありがとう。あ、待って、今日洗濯回そうと思っとったのに忘れとった。普通にさ、お昼、何食べたんだっけ、私。もう覚えてないかも。お昼食べてないのか。お昼は、あ、食べたわ。お昼食べ、
お昼っていうか3時4時ぐらいになんかちょっと食べて、でそっから寝て7時ぐらいまで寝てたんですよ。で起きてアサイボール作って食べました。今日のアサイボールバーグうまかったですよ。マーキさん抜けた、ありがとう。ひろいさん、しろさん、あとありがとう。くるみさん、あとありがとう。ありがとう。マーキさん、誰もありがとう。同じも、一回も同じ匂いで抜かします。いや、わかんないですね、何の匂いかわかんない。ケイト、ありがとう。いや、花粉の辛いね、ほんと辛い。花粉ってこんなに辛いんだって思いましたね。やっぱいいにする。本当にどうしよう。花粉症なんで苦しまない。行かなかったらさしてください。具合悪いってことかな。ケイさん、ケイトありがとう。あくちゃんじゃラビュー。じゃあのビュー素敵、ありがとう。さくん、さかま、ありがとう。ケイト、だから体調気をつけとこうね。いや、それな、皆さんも気をつけてください。しかもここ最近さ、雨じゃん。雨ってのも嫌だよね。今日ここ君が心をくれたからを見ながらまた泣いてました。泣き泣きでした。豆腐メンタル、ゆくさんこんばんは。豆腐メンタルなの。卵豆腐メンタルってどういうこと？卵が硬くなったりするよ。ゆうたさん結婚してありがとう。しないけど、しないよ、しないよって、しないよ。しゅんちゃん、あとありがとう。ありがとう。明日復活してくれ。あ、楽しんでください。楽しんでくださいな。素敵。小山ちさん、ありがとう。くまちゃん、くまちゃんのありがとう。それ何のくまちゃん？地球のくまちゃん、ありがとう。ウエチータン。ありがとう。いつかまわ。ありがとう、レイマスター。小山ちさん。今週厄介だよね。薬がないと生きていけない。じゃあもう響き強いってこと？ワンカンさん、ありがとう。個性の魔法がいいんで。そうなの？どっち？ドイさん、ありがとう。ケイト、佐々木俊介さん、ケイト、ありがとう。イービーさん、ナービー結婚して答えで毎日毎日泣いてますよ。泣かないで。クライムさん結婚して、あ、え？めっちゃ2回もありがとう。でも2回ともごめんなさい。2回ともご遠慮しときます。クンさん、ラビュー。お前がめるさ、かわいい、ありがとう。猫、お花ありがとう。ありがとう。一日一回飲むだけでいい。花粉症の薬やりま、そうなの？治る。検査ね。やだ、検査したくない。きっと投げたの一人ご飯食べてきます。食べて。ご飯は大事だよ。ご飯は食べることは大事ですよ。もう髪の毛ボサボサなんですよ。ひーちゃん、花粉症になりやすい。あんまりなった記憶ないんだけどさ、なんか今年えぐいですね。ゆうなんがひーちゃんから返事がないって悲しんでた。でも大丈夫だよ、昨日ゆうなん響きんち来たから。そう、じゃあ洗濯合わせて、そう、洗濯物回さなきゃいけなかったね。回してない、回さなきゃ。この朝ラピュー、こうやってザコマンイーちゃんのおかげで洗濯しっぱなしなんだ。思い出してよかった、よかった。お疲れライス。こんばんは。疲れたかま、明日は早いね。そう、くんさん、あとありがとう。さっき洗濯回しながら広島行きの準備完了。天才じゃん。いいね、ニコのことを同時に。何つけとん？つけてないんだよね。まるさん、好き目ね、ひぶきちゃんの甘いに誘われて、おしましで行くかも。来てください。いや、おしましとかじゃないから、普通に。楽しで。ぴょんぴょん、好き目ねね。まるさん、結婚して、ありがとう。
でもしないよ、本当に。本当しないよ。耳かいでしょ。かわいちゃん、本当ありがとう。レス、お疲れ様、ありがとう。シャニゲカさん、こんばんは。アジパンさん、こんばんは。みちゃん、好きめの君子、これまでどうなるんか。ほんま気になるね。気になるよね。エイチさん、ラブユー、広島の方にいっぱい、山いっぱいあるから、ダイレクトに感謝くらえる。あ、そういうこと。広島がさ、花粉がすごいのかな。私あんまりこんなにさ、花粉ってなったことないんだけど、多分。うん。なった記憶ないかも、結構。猫あとありがとう。お、麦茶さん。お疲れ様です。お疲れ様です。おちおち。鬼金魚さんとありがとう。晩ご飯食べる暇なかったよ。そうなの、食べて、今から。最近雨はいいけど、話し会の日は天気よくなるみたい。本当もうなってくださいよって。お願いしますよって感じ。赤ちゃんさん、誰もありがとう。佐藤さんとありがとう。トニートニーチョッパーさん。ケイトありがとう。ダイダイさん、好きみゃんるるん。空気中の花粉が雨で落ちてくるからいいのかな。トニトニチョッパーさん、ありがとう、キート。て、去年より多いみたいね。なんか多そうな気がしてる。私もトニトニチョッパーさん、あとありがとう。あとありがとう。小平さん、素敵。ありがとう。感傷かなんて、目もかゆい。いや、なんか、重い。目が重くて、頭がだるくて、体がだるくて。もう風邪みたいな感じですね。311日連続配信してるの、私。そんな続いてるんや。確かに目かゆいかもしれん。しおりさん、ラビュー。ゆきさん、ラビュー。すずかさん、ラビュー。しおりさん、聞いてありがとう。ラビュー。のりさん、ラビュー。知らんのさ、手入れが大変そう。なんか真っ白じゃないからそこまでだよ。そうそうそう。今日の奥バズのタオクは買いすぎした。ほんと？私も結構お気に入りってます。お気に入りってます。今日なんだけど、そう、もう完璧に取れてんの。巻きが。しかもオイルつけた後に、なんかたっぷりつけた後にやったから、ちょっと、なんか、持続力が少なすぎて。すぐ取れちゃった。雨ってのもあったしね。取れた。寝てたし。店員さん、ナビュINZ さん、ありがとう。今日めっちゃ可愛い。え、今日だけ川沙織さん、ありがとう。こんばんは。INZ さん、ありがとう。ありがとう。川沙織さん、ありがとう。ごめん、今日可愛い。でも、響が言う前に、天才だな。カサトールさん、ありがとう。大ちゃんとかまは、福岡住んでた時、花粉すごかったのに、岡山来てなんともなくなった。マジ、逆なんだが。やっぱ、あれかな、普通に、体内で変わるのかな。福岡住んでる時、あんま、あ、でも、どうだろう。でも、まあ、確かに、この季節によう、体調壊しとった記憶はあるけど、私も。でもなんか花粉で病んだ、あれなんか、こうなることあんまなかったよね。マジ？しおりさん、誰も、じゃなくて、ケイさん、ありがとう、やしいさみさん。ありがとう、マックやつ。今から、牛丼でも食べる、食べて。牛丼食べたい、私も。あれ、それも素敵。今日のメイクに違うよ、ほんと？クラッキーさん、ありがとう、ケイト、一応疲れと。
いや、でも疲れとるじゃないねんな、普通に。花粉やねんな。赤っぽくなってる。これチークだよ、チーク。チーク、さっきね、チークこれに塗ったから。いや、閉じながら配信しましょう。オッケーです。ちょ、無理でしたわ。それは大事にしてくださいませ。ありがとう。おしめちゃん、ほんと心配。ありがとう。帰っちゃダメね。まっちゃん、ありがとう。ひーちゃん。明日みんなに混じったら東京来てよ。行かないんですよ。ひきみつれんす、頑張ってるね。偉いね。響きも、頑張って。頑張ってます。楽しいよ、でも。ナブラビじゃな、ビヒビキのおでこに住みたいです。住まないでください。なちゃんちおしさん、ありがとう、ゲイト。毎日買いすぎる。ありがとう。やすん、すきみゃるるん。しおりさん、ゲイトありがとう。なんか間違って送った。あれすきみゃるるん送ってよ。間違わな、間違っていいよ。早く寝ないと。それな。ね、そろそろ寝ますし。ステージャーラビュー。美味しいお餅みたいなお顔。え、ちょっとあんまり嬉しくないか。ヒチがテンション下がるもの。何福太郎さん、ラビューラビュー。ザカンマーク、マイパパ、コンマーク。楽しかった。福岡、私も行きたい。今日も好きですよ。ありがとう。ヒチがテンション下がるもの。雨。カンテスト。いや、ほんまに。うん、ほんまにそれ。グラミさん、ありがとう。今日早く休んでね、早く休むね。今日の前髪、本当に好き。ありがとう。いいちゃん素敵、あり。で、なんかね、イラさん。いやー。え、もう15分は経ちましたか ?15 分経ったかな。お疲れ様、今日かーい。ありがとう、ありがとう。ありがとう。はるちゃん2号さん、こんにちは、はじめまして、STO テート3研究生の浜田いびきです。いや、やっぱ花粉ひどいですわ。クライムさん、あたりがとう。じゃあ、そろそろ終わろうかな。15分だったかな。明日、社交1日目のに車乗るっぽくて、こう、え、1日目に車乗るん？あ、待って、私もそうだったかもしれん。うわ、どうだろう。え、楽しみだね。え、楽しいから大丈夫だよ。車運転するの楽しんでやれば大丈夫。運転下手すぎなかったでしょ。23分経ってる。本当マジ、もう15分経ってたんだ。びっくり。ありがとう、教えてくれて。じゃあ橋頑張ってる。ありがとう。今日も可愛いな、久しぶりに行かれて嬉しかった。こちらこそ、お久しぶりに来てくれて嬉しかったよ。てこありがとう。ひびきは喋らなくてはバカっぽいでしょって言ってた。しかとき、おい、誰だよ。ちょっとそれは誰だ。言ってくださいね。払うからお願いします。ってこと。ありがとう、エピーさんのおすすめ曲、ひーちゃんのひびき。見たよ、それ。聞いてみる。テラプデート、ありがとう。ありがとう、こちらこそ。じゃあ、団長を読みますね。では、13位。アーモンドさん、12位、しおりさん、11位、猫。10位、かさとおるさん、9位、ひょうさん。8位、なっちゃん、2、おしさん。7位、おぐりん。6位、ゆいちさん。5位、たなたなさん。4位、よしいぞみさん。3位、とにとにちょっぱさん。2位、くらやみさん。1位は、ででんででんででん。小山内さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あ、キノコのかパパ。いいちゃんも終わった。そう、ありーな。そういえば、キノコのパかパパ。響き、あの、みちさんのソロコンサート広島で後ろから見えました。ふふ。じゃあ、三倉町と、レバス。え、楽しみにしてるね。楽しみにしてるね。ありがとう。姫生でしか言えません。姫な、絶対姫なでしょ、それ。毎週ありがとう。こちらこそ。メイク出て、ひちゃん、運転で。待って、だいぶこれ、待って待って。それは、麦茶さんの運転ではなくて。免許取れたら、ひーちゃんのはちょっと、はてななんだが。逆でしょ、絶対的に。おやすみなさい。大事にね。ありがとう。吉田美さん、行っていくね。楽しみに待ってるね。じゃあ、みんなおやす。ありがとう。また明日。また明日。ありがとう。佐藤さん、パチパチありがとう。
マガガリさん、疲れありがとう。じゃあみんなおやすみなさい。おやすみ、バイバイ。バイバイ。おやすみ。ありがとうね。バイバイ。